新橋清造は昭和初期から中期に活躍した歌手で元芸者。鹿児島県の種ヶ島、熊毛郡北主志村出身。本名は中山吉子。旧姓は今村、旧名は種。作曲家、中山新平の5歳。去年59。1903年10月12日、父今村正義、母。 地下の元に九人兄弟の長女として生まれ、出生地の種ヶ島にちなんで、種と名付けられた。間もなく、両親と鹿児島市に移り住む。正義は本来畳職人であったが、水商売を好み旅館や料亭など幾多の商売を、手掛けるもいずれもうまくいかず、鹿児島市内を点々として過ごした。鹿児島市とそに住んだ頃、尋常小学校へ入学するが、 正義の旅重なる商売の失敗で夜逃げをするに至り、宮崎県小林市に移り住んだ後、家計を助けるため人上小学校5年で中退、近所の芝居小屋、新芸座に住み込んで売り子の仕事をするようになった。1916年2月、小林で正義が営んでいた商売が軌道に乗り、一家は鹿児島へ戻ることとなる。鹿児島に戻った一家は、 鹿児島駅近くの小川町で小さな果物屋を開いた。1916年4月、果物屋の常連客であったアジサカボーが正義に種を芸者にしないかと相談しているのを耳にした種は小さな果物屋の飽きいで家族8人が暮らしていく大変さ、商売が軌道に乗ってもまたいずれ正義が新たな商売に手を出すことを思いばかり、 翌朝両親に芸者になりたいと打ち明けた。両親は当然のことながら反対するが、種の熱心な説得は続き、とうとう両親を解き伏せ、4月15日、鹿児島市の西県番に属する芸者置き屋、戸やへ身の代金100円と引き換えに芸者の仕込みとして入る。正義はその身の代金を元手に食堂を開店した。同年9月1日、同じ置き屋の芸者、 八重子の妹分として、八重丸の名で見せ出しするが、南鍵盤より移籍してきた、同僚芸者の小染めから、南鍵盤の芸の水準の高さを聞かされた八重丸は、芸の水準のみならず、客層や、両邸の格も上級である南鍵盤への移籍を希望し、見せ出しからわずか3ヶ月ほどで南鍵盤の沖や、松屋に移り、12月15日に、先輩芸儀、千代寺の妹分として、 沖屋の主人の命名により成金の名で見せ出し。当時鹿児島の下流会に所属する芸者は関西出身の者が大半を占め、地元出身の芸者は極少数であったため、非常に珍しがられたという。歌には三味線にと熱心に取り組み、馴染みの客などもでき順調なようであったが、旦那を持つことを拒否していたため、着物代などの経費は自腹で賄わねばならず。 そのために借金が増えていった。1919年5月、最初に千成を西県湾へ紹介した、アジサカボーと街中で偶然会ったところ、台湾で働く芸者を探しに来ている人が、前月行われた、県湾の温集会を見て、千成のことを気にかけているという話を聞き、借金を生産するために台湾行きを希望する。話はトントン表紙に進み、 5月25日に下関から品の丸で台湾へ渡ることとなる。年季は4年で1500円の前借りという条件であった。台湾では沖や高砂に所属しつたやつと改名して台湾での芸者家業をスタートさせた。当時仕事で台湾に駐在していた後の写真家木村伊兵衛と恋に落ちた。 1922年6月、兵衛が日本へ引き上げることとなり、日本が恋しくなった、スタヤつも、鹿児島への引き上げを決意する。年期が、あと1年近く残っていたことによる、全借金の生産と、台湾で新たに作った、借金の合わせて1500円を請求されたが、迎えに来た正義が交渉して1300円に、負けてもらい、そのうち800円を現金で支払い、 残りは消文にして、後日の支払いを約束、再び鹿児島へ戻ることとなった。鹿児島に戻り、南県番の沖や、気楽に所属。1922年7月10日、議席名を清次と改めてお披露目。鹿児島に戻ってからも、伊兵とは手紙を通じて、交際は続いたが、次第に、伊兵からの連絡が届こるようになり、11月には、 とうとう手紙の返事が来なくなった兵衛の気持ちを確かめるために、沖屋には熊本へ行くと偽り、生まれて初めて上京。東京では兵衛の両親とも初めて対面し、本人との関係も修復して10日後には鹿児島へ戻るが、12月20日には兵衛へ、思いが高まり、誰にも告げぬまま発作的に夜行列車に飛び乗り、東京へ向かう。 しかし、清治の行動を察知した、県盤の坂崎坊が後を追って上京し、鹿児島へ帰る、よう説得するも聞き入れなかったため、さらに正義が上京し、結果鹿児島へ連れ戻された。その際、伊兵衛の両親との仲も円滑であったことから、伊兵衛と両親は清治との結婚を視野に入れ落石を願い出たが、一括で落石に要する費用を支払えなかったため正義に断れている。 そもそもマサヨシは台湾時代に伊兵が一人で鹿児島を訪ねてきた頃から良い印象を持っていなかったことも災いした。年が明けて1923年1月の末、伊兵の母親から立腹した内容の手紙が届き、清人が知らぬ間に正義が伊兵の両親宛てに、娘は伊兵との仲を諦めたと偽りの内容の手紙を出していたことを知る。 すぐさま弁解の手紙を出そうとしたが、実際問題として、なかなか進展しない兵衛との中や、正義をはじめとする周囲の反対に、この恋の常時は無理だと悟った清二は別れを決意し、兵衛の母親宛にその胸を記した手紙を送っている。なお、大正末年頃には、鹿児島乗馬会に属し、乗馬服を着て日曜日など遠乗りした。兵衛と別れた清二は一層芸に打ち込み、 それに人柄も、相まって、人気も上昇していった。この頃、垂水市の温泉で後に、東洋の又たと呼ばれる、川島よし子と遭遇している。昭和に入ると、ますます清路の人気は高まり、地元の名士の宴席は、もちろんのこと、鹿児島を訪れた政財界の要人の宴席には、決まって清路が呼ばれるようになる。1929年には、鹿児島を訪れた。 大倉騎士郎、大川平三郎、松野鶴平、渋沢栄一らの演説も務めており、彼らは後に、清次が新橋下流会に移籍してからも、ひいきの客となった。この頃、先輩芸者十八が、得意とし、別名、十八節とまで言われた、お原武節を直々に教わり、十八が京都へ移った、ことからその後継者となった清次は、 NHK 熊本放送局から、おはら節、半夜節、よさこい、散下がり、弦夜節などを放送して、名を挙げ、たびたび、熊本放送局へ呼ばれるようになり、コロンビアからの依頼により大阪のスタジオで、レコーディングも行った。1930年秋、鹿児島では、昭和恐慌以来なかなか回復しない経済の、閉塞感を打開する機運を作ろうと、 鹿児島商工会議所の主催、鹿児島市、鹿児島県の公演により、国産振興博覧会が企画され、その宣伝ソングを作る話が持ち上がる。作家として指名されたのは、作詞が西条八十、作曲が中山新平の両居賞であった。1931年2月5日、その二人が取材のために、鹿児島を訪れ、料亭へ。 青柳での接待の演説に呼ばれたのが清路であった。その席で清路は十八時記念のお腹節を披露している。西条は歌詞の取材のために鹿児島市内各地を歩き回っていたが、作詞が終わらないことには作曲できないため、中山は滞在中たびたび清路を呼び出しては、鹿児島の民謡を聞いたりして過ごした。この時に清路は十八から教わった。 おはら節の歌い方について、自分なりの工夫をした天の良し悪しを相談したところ、清次なりの歌い方で良いと励まされた。西条の死の完成を待って、中山の作曲が始められ、滞在6日目に大体出来上がると、市内三鍵盤の芸者代表として清次が、中山より直接歌唱指導され、他の芸者を前にしての模範歌唱を行った。 また振り付けも中山自らが行い、それを清寺に教えて、清寺から、他の芸儀へ伝えられた。ちなみにその国産振興博覧会の宣伝ソングとして出来上がったのは、当時すでに人気歌手となっていた、芸者出身の藤本23吉が歌った、鹿児島古歌で、博覧会の会場に設けられた、演芸館で連日鹿児島市内三県番の、 芸者連中が舞踊と演奏でこの曲を披露し、清二も南鍵盤の歌方として、名を連ねている。鹿児島滞在中から清二に恋心を寄せていた、中山は、鹿児島を離れた、わずか4ヶ月後、歌を作るために西条と共に訪れていた福岡県、久留米市から、清二に会うためだけに、西条を伴って再度鹿児島を訪れている。また清二も、中山の人柄に触れ、 尊敬の念が次第に恋愛感情へと変わっていった。同じ年の8月1日、東京の日本橋三越で行われた、鹿児島物産展のアトラクションに出演するため、上京した清治は、アトラクション出演の翌日8月2日、中山の紹介により、ビクターで、お原節、半夜節、よさこい節、三下がりの4曲をレコーディングした。この上京の際、同郷人で、 貴族院議員、財界の重鎮でもあった、川山助秀、後に、飯野海運社長となる、又野健介から新橋カナダ中での演説に呼ばれ、その席で披露した芸が好評を博し、東京への進出を進められた。それを中山に話したところを大いに賛同を得て清次は、状況を決意する。鹿児島へ戻った清次は早速状況の準備を始める。当時世話になっていた旦那に、 東京行きの決意を伝えて、許しを得ると、両親と家族を説得、また野らに上京後の所属先を、新橋で探してもらうよう連絡している。すぐに電報によって、所属先決定の知らせを受けた清次は準備のために、上京、新橋の沖や、金美増へ所属することを決め、その夜には、中山と会って、状況決定の報告をしている。状況の予定は、 満州事変の影響で遅れたが、地元有志による10日間にわたる、感想会を終え、1931年10月22日、鹿児島商工会議所会頭、両邸関係者、芸技組合50人以上の見送りを受けて上京。こうして清二は、正式に新橋に所属することとなり、その際に、先輩芸者に読み方が、同じの清二がいたため、なお清蔵と改める。 状況後すぐに試験を受けて合格すると、お披露目は11月1日に決定する。その美貌と優れた芸がたちまち評判となり、上杉新吉、大倉岸士郎、松本学橋本金五郎、中島健造、杉山平介など、政財界をはじめとする当時の名士の座敷を務めた。新橋に移ってからも、園席では、鹿児島民謡を中心に、 九州民謡を披露し、好評を得た。1932年7月、新橋の置屋の看板を譲りたいという話があり、中山の出資を得て2500円で取得。清の家として届け出て、営業を始めた。秋には、ポリドールの専属となり、新橋、清蔵の名で流行家、和車知らぬを吹き込み、1933年6月に発売。しかし、 芸者と流行歌手の兼業を心よく思わなかった新橋の先輩芸者らからレコード会社の専属とステージでの活動を止めるようがめられて対立するようになり市村うざいもんらも仲裁に入ったが決裂。同じ新橋のカラス森下流下へ移籍し芸名字新橋を守る。1934年1月鹿児島をはらぶ塩出し大ヒット。 便乗した他社からも次々に、鹿児島お原武士のレコードが発売されるほどのブームとなった。翌年には、明治一代女もヒットした。この年には弟二人を相次いで亡くしている。この間、中山とはすでに愛人関係となっており、熱海や箱根線西原の別荘で王政を重ねながらも、中山の依頼で、敏子夫人に、三味線を教え、 清造は中山から発生のレッスンを受けるため、中山家に出入りしていた。中山は清蔵を独占したいがために引退を進めたこともあったが、芸能界に未練のあった清造はそれを拒否。そのままの関係が続いた。1935年、日活の山中貞夫監督の代表的な映画、丹下左前世は百万両の壺でヒロインを藤を演じるなど幅広い活躍を見せた。 1936年10月15日、かねてより療養中であった中山夫人の都子が45歳の若さで亡くなった。夫人没後の中山の身の回りの世話を案じた周囲の勧めにより、中山は上京以来愛人関係にあった清蔵にプロポーズ。1937年12月3日、銀座の山の学期社長、山野正太郎夫妻の賠借により、 丸の内会館で結婚。それを機に引退。ポリドールとの契約が、あと一年残っていたが、他社への遺跡ではなく、結婚し家庭に入るということで不問となった。わずか4年余りの歌手生活であった。戦時中は、熱海へ疎開し、戦後も引き続き、熱海で暮らした。1950年頃になると、戦後の混乱も一段落し、 民謡が流行する兆しが見えると、ビクターからの依頼で、三重県の出身で、渋谷から出ていた菊丸という芸者を教えるようになり、ビクターの社長から、清蔵の名前を譲ってほしいと中山に話があったが、中山が断り、彼女は、救命の文字を変え同じ読み方で、吉久丸と名付けられた。清蔵の名前については、自家で死であった清丸からも譲ってほしいと相談があったが、 中山が許さなかった。1952年12月30日、中山が65歳で死去。結婚に際しては、清蔵が中山を支えられず、どうせすぐに離婚するに決まっているなどと中山の親族らに反対するものもあったが、結果的に生涯添い遂げた。中山は、臨終間近の病床で清蔵の手を取り、よく支えてくれたねとねぎらった。 中山の没後しばらくは抜け殻のようになっていたが、歌詞復帰を決意。まずて初めに、中山の一周期を機に企画された NHK の民謡を訪ねて、に、清丸、吉久丸と出演。一周期当日の1953年12月30日に放送された。復帰にあたってはキングをはじめ、古巣のポリドール、コロンビアからも誘いがあったが、結局ビクターに決定。 1954年3月に、ビクターへ入社。清蔵の名で、お原節、つき、節、上州小唄、田原坂、金キ,キラ金などを吹き込み、秋には、博多を振り出しに18年ぶりに、九州各地を演奏旅行している。1956年4月21日から11月5日まで、アメリカで使用されている中山の作品の、 著作権問題について話し合うために渡米し、その合間に、サンフランシスコ、ニューヨーク、ワシントン、シカゴなど、現地の日本人会や鹿児島県人会のイベントに出演した。帰国後も引き続き、熱海で暮らしながら1958年には自助伝、多情菩薩付き予想辞伝を出版。その他、中山新平音楽祭などに関与したり、中山の作品の普及に努めるなど、 熱心に活動したが、志し半ばで1963年3月23日に、胆管岩のため高いした。59歳没。墓所は、玉霊園で、中山家の墓に、中山やその前妻中山の長男と共に埋葬されている。鹿児島お原武士の解説や、清蔵また、中山の経歴でよく見られるのが、中山が、 おはら節を編曲して清蔵がレコーディングしヒットさせたという記述である。しかし、先に触れたように清蔵をスター歌手に押し上げた1934年にポリドールから発売されたレコードはシャミセンとヨキチのシャミセンとポリドール還元楽団による和洋合奏の伴奏で山田栄一編曲となっている。山田はポリドールの専属で清造のデビュー曲 和は知らぬの作曲も担当し、その他、庄治太郎の隅田川なども作曲しヒットさせた作、編曲家である。現にこのレコードの編曲については、音楽文化研究家の長田暁二が山田本人に取材し、あの、小原武士は、清造さん、豊吉さんと私の合作ですとの証言を得ている。ここで問題となってくるのが、編曲の定義である。一般には、 オーケストラなどの複数パートを持つ楽団用に各パートのメロディーをアレンジする仕事を編曲と呼ぶが民謡の編曲となるとまた意味が広くなってくる。本来読み人知らずである民謡を歌い手や伴奏者が時代によって各々に改良することも編曲とみなされる場合があるからだ。清蔵は鹿児島時代にも中山にお原武士の歌い方について 相談をしており、また状況後も中山のもとへレッスンに通っていたことから一緒になって工夫したことも十分に考えられる。現に残された十八の小原武士と清蔵のそれは部分的にメロディーが異なっている。それを中山の編曲とするのならば中山新兵編曲説も間違いではない。中山は生涯ビクター専属であったが清蔵は中山の生前は ポリドール先属であったため、中山がポリドール作品のオーケストラ用編曲をすることはない。清蔵をポリドールへ入社させたのは、清蔵が自らの愛人であったため、存命だった中山の不死への配慮と自身の会社に所属させることを講師混同と取られることを避けるためだったという。また、清蔵を新橋下流会に紹介したのも、 先に記した通り同郷人で東京で活躍していた又野の健介らであり中山が紹介したという説は間違いである。清造は微麗な容姿からは想像もつかないほどの死亡であった。本人の10回によると最初に酒を口にしたは幼少期に父親のお使いで焼酎を買いに行った時だという。焼酎の味に興味を持った清造は少し舐めて見たところそれを 美味しいと感じた。最初は少し舐めるだけだったものが、次第に追い口一杯、二杯と進むようになり、飲んだ分を水で埋めごまかしていたため、父親は最近の焼酎は水っぽくなったと嘆いていたという。芸者になり酒と直接的に関わるようになると、新人芸者で人より優れた芸をまだ持ち合わせていなかった清蔵は、 酒の飲める芸者になれば売れるのではないかと思いつき、演席では客に何個勝負を挑み、次第に酒が強い芸者として客に気に入られるようになっていった。レコーディングやステージなど、緊張する場面では酒を飲んで緊張を抑えるのが、常でスタジオや楽屋で一生瓶を空にすることも珍しくなかった。ありがとうございます。